北海道住みます芸人のお嬢です。私が住む北海道岩見沢市の中に子供ちゃんたちが室内で遊べるアミューズメントパークがあるんです。もう後ろから子供ちゃんたちの楽しい声がバンバン聞こえてまいります。楽しそう。では早速ご紹介したいと思います。北海道岩見沢市は札幌から車で45分、冬は雪がたくさん積もるから室内アミューズメントパークは大人気。市民交流施設出会える岩見沢3階に遊びの広場があります。1回100円、1クール2時間も遊べちゃいます。こんにちは。こちらの遊びの広場の館長さん、はいはい、大野さんでございます。よろしくお願いいたします。ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。うち の4歳の息子も大変お世話になっている場所でございます。ありがとうございます。では中の方で入ってみます、はい、こちらいいですか、はい、ぐるーっと本がたくさんあります、はい、こちらもどういった場所なんでしょうか。ゴロゴロ広場といって、はい、子供たちがこう寝そべったりとかしながら、はい、絵本がこう1000冊あるんですけど、1000冊、はいはい、絵本をあの親子で読んだりとか、はい、まあ、あそこの中でスペースも要するに親子で中に入って本を読んであげたりとか、はい、まあ、そういうところですかね。あ、そうなんですね。ちょっと遊具関係とかちょっと積み木関係とかあります。積み木もあったり、はい、そうですね、ここでゴロゴロしながら遊べるんですね。たくさんの本に囲まれながら寝ながら本を読めるワクワク空間。では中の方に、はい、次はこの中は、はい、原っぱ広場という原っぱ広場、運動し子供たちが羽を広げて、はい、もう動き回るっていうことで、こっちが動き回る、それはこれも原っぱ広場っていう。原っぱ、すごいですよ、はい、いっぱい遊べる場所があるパラダイス、はい、トランポリンもありますし、トランポリン、サイバーホイールもあって、はい、サイバーホイール、はい、サイバーホイールって言ってコロ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 って中に子供たちが、これはやっぱすごい人気で、ね、前から人気なんですね。そうですね。あとトランポリンもすごい人気で、トランポリン、ええ、お、すごい、3人まで大人は乗れません。そうですね、大人の方は乗れないです。まあ、そしてボルダリング、ええ、そうですね、あのクライミングいわゆる、これは安全装置をつけて上に上がって、はいはい、下がってくるっていうものなんですけど、まあ、はい、クライミングっていうあれなんですけど、まあ、よくスピードクライミングとかなんかありますよね、はい、バーッと登ってカーッと降ってくる、はいはいはい、それをちょっと小さいバージョンでちょっと。いや、すごいなぁ、はい、まあ、こっちはボルダリングということで、あの、まあ、岩の方に登るっていうね、はい、スポーツクライミングというような、はい、土曜日曜祝日は岩見沢教育大学の山岳部の皆さんが子どもたちにボルダリングを教えてくれるんですって。これ軽トラちょっと乗っても大丈夫です。大丈夫です。うわー、軽トラだ、すごい、ブンブン、見て見て、出発、すごい。ただおもちゃ用でないから、はい、部品関係は壊れやすいんですよ。あ、なるほど。ええ、本物ってね、ちゃんと動かんで、実物は実際のあれだからちゃんと子供たちのあれにはすごい子供たちガガーってやるから、はい、すぐ壊れちゃう。壊れちゃう。本当にリアルですね。そうですそうです。鈴木って書いてます。そうです。すごい。今度これの2台。よし。そしてこちら。あ、これが隠れ家といって。隠れ家。建築会社の方が作ってるんですね。はい、子供たちはよく、ね、古いお家とか入って遊んだりとかして。はい。はい、すごく楽しく遊べるっていうこと、それを描いて作ったんです。ですから決してね、危険とかすごくある。あ、危険度がある。おもちゃ屋の人たちは危険をしないようなものちゃんと作りますよね。はい、これは本当に建築屋さんなので、ね、すごい危険なこういうところも用意にあるんですよ。それ子供たちが注意しながら、またそういうふうに遊ぶっていうのもすごい大切な。すごい見てるこれ。すごくもう土日なんかガタガタの中で遊んで、
ちょっと気になったので中に入ってみたいと思います。では入ってきます。よいしょ。いいんだ。でん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 。よいしょ、よいしょ、よいしょ。おお。あ、まだ上がある。まだ上があります。ん？こっちかな？ん？よいしょ、よいしょ。あ、すごい迷路みたいになってる。あ、あ、あ、窓がある。見晴らしがいい。隠れ家の中でみんなで隠れんぼしても楽しいかも。こちらは多目的遊具。41歳、運動は何もしてません。足がガタガタ震えてます。滑り台にチャレンジしたいと思います。レッツ滑り台。おぴろげー、腰を打ったみたい。お父さんお母さん気をつけて。はい、こちらのお部屋はおままごとをたっぷり遊べるお部屋です。キッチン道具がいっぱい。おままごと道具はいっぱい揃えたらお金がかかっちゃうから、ここでいっぱい遊んでほしいという大野館長、優しい。でもここで、はい、階段とかでお母さんとかお父さんお母さんが見守るっていう、見守って、はい、うちの施設ね、まあ、うちのスタッフも見守るんですけど、はい、お子さんは現職、自分たちのお子さんは現職見守ってもらうっていう。そうなんですね。スタッフさんもいるけど、お母さんたちも見守ってくださいよっていう。ここの階段の場所に座ると遊びの広場を一望できるんです。子供たちが楽しく遊んでる姿を見守れる、お父さんお母さんにはありがたい施設。最後に遊びの広場の館長をしていて嬉しかったことをお聞きしました。開拓台っていうのは、そっか、子供たちの開拓台は嬉しい言葉なんですね。そうなんですよ。それが子供たちの共感を受けるんです。そっか、これそれが子供たちの共感ですもんね。厳しい子供たちの共感ですから。それが子供たちのメッセージが我々獲得しないと。で、お子さんたちの開拓台ももっともっとたくさん聞きたいですね。そうです、そうです、そうです。今日は本当にありがとうございました、小野さん。すみません。ありがとうございます。